エルヴィン見てよ、私の考案したこの装置を。これをうまく使えば被害を最小限に抑えて巨人を捕獲できるはずだよ。なるほど、よく考えたな。でしょ、そうでしょ。じゃあいいよね、巨人の捕獲作戦を許可してくれるよね。そうだな、構わない、作戦の許可を出そう。うはは、ありがとうエルヴィン。早速準備に取り掛からないとね。イヤッホー。リヴァイ、この作戦はお前の班にも協力してもらった方が良さそうだ。チッ、またあのクソメガネの世話か。手はするなよ。私も行きます。あのね、先に行きやがったな。まあいい、やることは変わらん。俺たち特別作戦班の任務、巨人捕獲の援護だ。ハンジたちは罠の場所を決めてるところだ。急いで追いつくぞ。複数の地点から演弾、救援要請です。なんでこんなに散らばって。作戦開始地点は一箇所のはずだ。クソメガネ、何をやらかしてやがる。救援して回りますか、それとも先にハンジさんと合流すべきでしょうか。俺の敵じゃない、どうしてハンジ。別行動ってすべきじゃなかった。これじゃ俺の方が巨人に捕まっちまう。リヴァイ兵長、助けてください。続け、私も行きます。隊長の命令に従ったらこの様です。助かりました。もういいか、ハンジの元に向かえ。これでまた仲間を無駄死にさせやがったな。ただじゃ済まさねえ。ハンジさん、自信満々でしたし、きっと勝算があるんですよ。行く。捕獲しました。軍隊長が手分けして捕獲地点を探せというもので。ちっ、さっさとあのクソメガネに合流しろ。まとめて相手して単独行動を続ければ目的を果たす前に死ぬぞ。救援感謝します。救援要請ね、助けに行かないと。リヴァイか、援護を頼む。行く。おとなしくしてろ。やれ。
となしくしてろ。すまん、アンジの指示で手分けして巨人の捕獲地点を探していたんだな。この兵力での参加はリスクがでかすぎる。すぐにハンジと合流しろ。なんで先に行きやがった。ごめんよ。でもここいい場所だろ。罠の準備のために周囲の巨人を片付けよう。おとなしくして。ありがとうございます。ハンジさん、捕獲する巨人を残さなくてもいいんですか。まずきっちり罠を設置する必要がある。捕獲する子は他に見つけてあるしね。おとなしくしてろ。やる。俺の敵じゃない。相手して。どうして化け物。どうして化け物。わーい、これで罠を設置できるね。罠の設置を頼むよ。私はリヴァイと捕獲対象を連れてくるからさ。分隊長、勝手すぎます。うまくいかなくても知りませんよ。北の採掘場跡で捕獲しやすそうな小さめの巨人を見つけておいたんだ。3メートル級の小柄な子と少し大きめな7メートル級の子、一体ずつでお願いするよ。てめえのクソみたいな注文を聞ける余裕があればいいよな。北の採掘場までは楽に行けるはずさ。オルオたちに巨人を一掃してもらってるからね。クソ、部下に危ねえ真似させやがって。早く来い。救援要請ね。助けに行かないと。やつら小さい分小回りが利くな。おい、エルド、ハンジが連れてこいっていうのはこいつらか。兵長。はい、ハンジさんの要望通りです。大きめの奴らは採掘場から遠ざけてあります。役に立つとこ見せてやります。了解。はい。うわー、この大きさ素晴らしいね。これで貴公子だったら最高なんだけどな。貴公子ならここにいるだろう。罠を仕掛けた地点まで誘導する。誤って殺してやる。一からやり直したくはねえ。
まとめて相手してやる。どうしてバケモン、どうしてバケモン。今だ、捕まえるよ。連れてくるのは役